ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回ご紹介させていただくお車がこちら2017年式ミニクラブマン、こちらのお車をご紹介させていただきます。はいはい、今回どうしますか。2時間半ぐらい喋ってます。いやミニなんだけどテンション低くないですか。はい、いや低くないです。ちょっとこの間あのちょっともうちょっと落ち着いてくださいってコメントいただいちゃった。あそうだそうだ、はい。ちょっと今回落ち着いて、はいはい、ご紹介いたします。はい、じゃあ今日もゆっくり。そうですね。はい、はい、でちょっと基礎のところから少し紹介しておいた方がいいですかね。どうぞ。はい。ミニちょっといろいろまあボディタイプあるんですけども3ドアとか5ドアとかカブリオレとか、はい、その中で今回ご紹介させていただくのはもうワゴンタイプの、はい、クラブマンっていうお車になります。結構顔つきがみんな似てるんで多分違いがよく分かんないと思うんですよね。はい、でそのクラブマン今回ご紹介させていただくそのワゴンタイプのクラブマンともう一個 SUV タイプのクロスオーバーですねとこの2車種に関してはちょっと別格なんですよね。はい、ちょっとプラットフォームって言うと車の骨格の部分が一回り大きいのが使われてるんで、まあ、ちょっとバンパーの衣装だったりだとかもちろんそのボディサイズもちょっと横幅が大きかったりだとかちょっとその2車種に関してはちょっと大きいと、はい、だから使い勝手もすごくミニの中でもいいんですよね。はい、これでも正面から見たら同じなんですか。違うんですよ。違うんですか。はい、ライトは同じ部品使ってるんですけど、はい、もうバンパーの衣装も幅も違うんで、はいはい、全く別の車と。はい、ということですね。そして先代モデルは2ドアのワゴンというちょっと特殊な形だったんですけど現行モデルは一応4ドアの一応スタンダードなワゴンになってるんで使い勝手もかなり良くなってるっていう。はい、でもう一個ちょっとグレードの話もまだ大丈夫ですか。尺大丈夫ですか。私は大丈夫です。はい、もう一個グレードの話もしておくとあのミニのグレード4種類です。1、クーパー、クーパー S、ジョン・クーパー。当然上のモデルになるにつれて、まあ、いろんなものが標準装備になったりだとか、まあ、エンジンがいいものが設置されたりだとか足回りが強化されたりだとかそういう感じになるんですけど今回ご紹介させていただくのはこのジョン・クーパーっていう一番上のモデルですね。はい、スポーツモデルですね。はい、なんでもう必要なものがもう大体全部揃ってると。そして一番上のジョン・クーパーになると漏れなく四駆になるという、はいはい、だからもう走りもバッチリ、はいはい、そんなお車を今回ご紹介します。はい、今回ちゃんと落ち着いて紹介しました。はい、そしてじゃあ前回りから、はい、ちょっと小島さんお願いしてもいいですか。いや前回りはいまあ、特にそうですね、まあ、一応このボディカラーメルティングシルバーってすごい、はい、ジョン・クーパーアクセスやっぱ黒とか赤とかがやっぱり、はいはいまあ、イメージカラーありますけど、はい、この色でっていうのはすごい珍しいと思います。はい、かなり珍しいですね。僕も多分数台しか見たことないです、はい、非常にいい色ですよね。そうですね、はい、渋めな、はいはい、でこのリング、はい、ヘッドレディングこれ黒くし、はい、ペイントしますわこれは、はいはい、であとここ普通赤ですよね。かもしくはメッキです。メッキですよね。はい、でここ黒く塗ってる感じですね。ジョン・クーパーのエクスクルーシブなんとかっていうのは確かメッキだったと思うんですけど、はいはい、外観もちょっとその基本でも赤基本赤です、ね、ジョン・クーパーなんで、はい、ジョン・クーパーのイメージカラーが赤と黒なんで、はいまあ、ところどころそういう赤いパーツとか黒いパーツとか、はい、でバンパーはこんな感じの形状ですよね。はい、でこれもジョン・クーパーの専用のバンパーですよね。そうですね、はい、でパッケージと違うのはフォグあるなしで、あフォグがあるのはパッケージ で, パッケージですジョン・クーパーアクセスになるとフォグがないですよっていうですよね、はい、っていうマセリオン、はいはい、という感じで次横行きますか。はい、でまあ横、まあ、フロントもつながる部分ですけどここがなんと今回、はい、絞取りで ボディ同色になっているっていう、はい、そうですね、はい、結構その絞取りって聞かれた時絞取りですかって聞かれるんですけど横岡さんに、はい、ここちょっとツルツルなの本当本来はザラザラあそうザラザラなんですザラシックなんですけど、はい、そこをこうツルツルにボディと同じような質感というか、はい、あれに塗ってますね。はいまあ、手入れもしやすくなるん で, そうです、ね、すごくおすすめなんですよね。はいはい、いいですよね。だからちょっと年数経ってきちゃったりするとやっぱ白っちゃけちゃったりとかワックスをこうちょっとね、はいはい、ここに残ってそのまましちゃったりとかすると見栄え良くないので、はい、残念な感じになっちゃったりとかたまにあります、ね。はい、同色にするのは非常におすすめのドレスアップだと思いますね。はい、でまあ車もちょっと一回り大きく見えて高級感も出るので、はいはいまあ、非常におすすめなのがもう最初からやってあるとやってありますね。はい、これやるだけでも結構かかるんですよね。結構かかるんですよ。なんで非常におすすめポイントの一つですね。はい、そして足回りは、はい、これダウンスプリングでダウンスプリングですね。はい、スプリングでのみで下がってますね。はい、アイバッハの確かアイバッハです。はい、スプリング入ってるでショックはジョン・クーパーアクスのスポーツショックがついてる感じですね。はい、でまあこのキャリパーのブレーキもジョン・クーパーアクスのが入ってますね。はいはい、これ前期後期あるの知ってますか。で、はい、前期後期その違いは、はい、あのキャリパーはあのそんなに変わらないですけどキャリパーの形がちょっと違うんですよね。そしてローター径が大きくなるっていう、はい、こっちは去年でしたっけ。これはでも前期です前期なんで前期です車前期なんで、はいはい、これ前期だけど中期
中期だよね、これ、ね、中期になるんですかね。ナビがタッチパネル。あー、なるほど、うん、あー、そうですね、一番土色ではないです、ね、土色ではないですね、はいはい、まあ、それはちょっと後々、ちょっと、はい、違うっていう。で、ホイールも TWS っていう日本製の単造ホイール19インチが、はいはい、これも多分買ったら結構するんじゃないかなっていう、ね、はい、だから結構こういうフィンの合いますよね。そうですね、はいはい、デザイン的にもいいんじゃないかなと思います。そしてあの19インチ結構大きく感じるかもしれないですけど、純正オプションで19があるんで、そうですね、はい、はい、まあ、そんなに大きすぎるサイズではないかなと、はい、まあ、そう、このサイズだったら19インチ普通ですよね。そうですね、まあ、20ぐらいまで全然入っちゃうんで、はい、まあ、結構マストなサイズではないかなと思います、はいはい、でここはまあジョンクバックスの、そうですね、入ってますね、はい、そしてやっぱりオール4が入る、オール4、はい、はい、オール4ってのは4駆ですね。そうです、4駆です、はい、そこら辺から説明、はい、であとはこう横見て、はい、あとこのボタンがついてるので一応オーボートアクセスっていう、はい、あの鍵を持ってたら、はい、あの鍵が開いて閉めてっていうのが、はい、ついてる、うん、そしてカバーもついてますね、今回の、はいはい、本来ね、もうちょっとボタンが出てますからね、はい、まあ、これ外せばメッキの多分取っ手が出てくるんじゃないかなと、はいはい、で後ろに来て、はい、まあ、後ろも同じような感じで、まあ、ここも先ほどのようにモールは同色になってます、はいはい、ローダウンしててかなり多分スタイリングは、はい、うん、良くなってます。フロントなんか本当に特に手のこうグーが入っちゃうぐらい車高が高いんで、クラブマンって、うん、はい、かなりスタイリッシュな、はい、感じですよね。このラインが非常にいいですよね、はい、屋根も黒で、そうですよね、はいはい、最近のワゴンってこんな感じ多いじゃないですか。そうですね、はい、こうストンプしてるのって最近あんまりないんで、はいはいはい、このスタイリングが好きで乗るっていう方かなり多いですね、はい、やっぱり、はい、そうですね、ここのラインがやっぱり独特ですよね。他にないですよね、はい、後ろ行きましょうか、はい、後ろ行きましょうか。後ろがこうメインと言っても過言でないんで、はい、そうですね、まあ、一番最初に言っちゃうと、はいはい、なんと観音開きっていう、はいはい、最近ないですよね。そうですね、はい、本当にステップワゴンのワクワクゲートぐらいじゃないかっていう、はい、かもしくはアメ車とかヨーロッパ車のなんかバンぐらいしかないじゃないですか。意外に使い勝手がいいっていう、うん、はい、ですね、はい、でカスタムポイントとしてはテールランプがスモークにペイントされてて、はいはい、トーンが落としてあると、はいはい、でこのリフレクターもこれ塗られてますね、ますね、はいはい、このボディカラーでこの色のトーンだと非常に合うと思うんですよ ね、 あ、そうですね、赤だとちょっと、はい、ちょっと赤すぎちゃう感じも、うん、そうですね、はい、主張が出ちゃうので、はい、この辺もいいと思います。でジョン・クーパーなんでもちろん専用のバンパーと、はい、でマフラーもジョン・クーパーのマフラーがつくと、はい、でマフラー自体も違うんですよね、クーパーですと違うんです。違います、違います、はい、違いますね、書いてますもんね、これジョン・クーパーワークス入ってないんですよ、はい、あれ入ってないの、はい、入ってないんです。入ってなかったっけ、前の前方は入ってるんです。入ってるんですね、はい、前方のオプションかなんか入ってるんですよ、あ、はい、標準装備のやつは入ってないんです。入ってないんだ、俺絶対入ってると思ってた今まで。そうなんです、ないんだ、はい、こんな感じの車でございます、はいはい、これはでもこれで鍵で開くんですよね、はい、これもついてると、はい、これ確かもう一回やると、ああそうですね、開きますっていう、はい、こんな機能もついてると。ああ、もう早速いっちゃいますか、はい、お約束の、はい、持ってきました、ゴルフバッグ、ゴルフバッグですね。そんなにトランクは実際広くはない、広くはないですね、はい、で横向きだとちょっときついかな、きついと思いますね、はい、クラブ入ってるときついですよね、はい、はい、こんな感じです。だからまあ4名で行かれることないので、はい、これ乗ってる方だとやっぱ倒して、はい、そうですね、ミニだとやっぱりこうシート倒してのこう積み方が定番になってくるんで、はい、倒して、はいはい、倒すともうめちゃくちゃ積めますからね、うん、そうですね、はい、本当にホイール4本交換した後持って帰られる方とか、うん、履き替えで4本積んだりとかっていう方も、つわものはこうエアロを取り付けて純正のバンパーを積んで帰ったかとか、めちゃくちゃ荷物を集めるんですよ、うん、はい、なんでそういった使い勝手も本当にバッチリな車でございます、はい、もう何よりおしゃれですからね。そうですね、はい、サイズ感的にはちょっとこう BMW の3シリーズのツーリングみたいなそんな感じですけど、ちょっと至るところこうデザイン性だったりだとかちょっと使い勝手がちょっと違ってる。あとあるあるとしてはこう鍵持って洗車してるとこう吹き上げた時にこう勝手に開いちゃったりとか、ああ危ねえみたいな、あるあるです、はい、まあ、スポイラーなんかも確かジョン・クーパーこれ専用ですよね、うん、ですね、はい、だちょっとこのミニのこうおしゃれさとこうスポーティーな感じと、うん、はい、両方兼ね備えてる、うん、はい、
車です。外観こんな感じでしょうか。そうですね、はい、本当にちょっと落ち着いた感じですよね。そうですね、はい、よくあるこうユニオンジャックとか、はい、あのモノトーンのユニオンジャックのこう、はいはいはい、ブラックジャックとか、はい、そういったパーツがあんまり使ってない。使ってない、はい、そうですね。本当にちょっ と大人な感じに、うん、ですね、はいはい、ちょっとシックな感じで、はい、で要所要所こう、はい、ポイントを抑えてやってるという感じで、はい、カスタマイズのベースとしてもこれ今回かなりおすすめの車両じゃないかなと思います、うんうん、ですね、はい。ちょっとじゃあ続いて中をやってもいいでしょうか、はいはいはい、中が結構いいんですよねこの車。中はそうですね、はい、どうぞ。なんとじゃあこんな感じです。イワーズのインテリアが入ってるっていう、そうですね、はい、こう見に行って特にジョン・クーパーっていうとこうスポーティーな感じ、うん、赤黒の内装で、はい、ちょっとスポーツシートが入っててみたいな、はい、ちょっとこうスポーティーな感じなんですけど体育会系 なんかちょっと高級感とまた違うちょっとスポーティーな感じに振っちゃってるじゃないですか、はいはい、ただこれに上図のインテリアが入ってるんで、なんとジョン・クーパーなのにレザーインテリアっていう、はい、これかっこいいですよね。ミニの上図ってどういうことなんですか。わかりません。本当に2時間半、はいはい、あなたのためにメカなんで。あ、そうなんですか、はい、そういうちょっとうんちくはわかりません。あ、そうですか、はい、でも一応レザーシートもその、はい、なんですか、ね、いい方と悪い方って言っちゃいけないですけど、オプションで高い方、はいはい、安い方ってなってるんで、はいはい、まあ、言わずの方は高い方で、はい、ここのこういうちょっ ちょっとしたところはちょっとおしゃれですよね。おしゃれですね、はい、このパイピングとかヘッドレストとか、はいはい、レザーのこの何ていうんですか、このステッチとか、はい、その辺もちょっと普通のレザーとちょっと違う感じですよ、ね、レザーだと本当にまあちょっと安い方って言っちゃうか、はいはい、もうこのレザーだともう本当に張ってますっていう感じの、はいはいはい、ちょっとすべすべな、はい、高いレザーの、はいはい、そしてこの辺のパネルなんかも、まあ、車によっていろいろですけど今回はこのなんていうんですかマットシルバーというか、はいはい、のトリムのドアパネルになってます、はい、ちょっと乗って、まあ、こういうシートなんでパワーシートもついてるっていうのね、はいはいはい、ありますね。ミニ確かあれですよね、しかもシートレザーになるとシートヒーターも標準ですよね。つきますね、はい、ちょっと快適性と豪華さも、はいはい、兼ね備えたインテリアになってます。ちょっと乗ってみていいでしょうか。どうぞ、はい、やっぱりこれです、はい、ちょっとこのやっぱりしっくりくる感じが、しっくりくる感じ、はい、久しぶりに、はい、こんな感じのステアリングもジョン・クーパーなんでこの赤いステッチの入った、はい、あとロゴの入ったこの専用のステアリングになると、マルチファンクションとアダプティブのクルーズコントロールがついてると、うん、はい、でヘッドアップディスプレイもついてると。アダプティブはその このこっちのセキュリティのやつ、はい、あの安全装備のやつが、はい、後期はもう標準ですからね、はい、今回の車もついてると、はいはい、それがつくとそっちのアクティブもつくと思うん で、はいでね、はい、そしてメーターもジョン・クーパー このチェッカーフラッグと赤を基調としたメーターがついてくると。でまあ、この辺はグレード変わらずですよね。ちょっとシフトノブとこのブーツがここ全部ボタンがあるのってやっぱり、はい、まあミニとしては珍しいというか、あ、う、ね、はい、まあ、フルでついてるんで、はい、ついてますね。で前期モデルなんでモードの切り替えがここと、はいはい、でナビのコントローラーとサイドブレーキ、はいはい、そうですね、この後になるとここにボタン変わりますからね、ですよね、はい、ここはヘッドアップディスプレイのですね、はい、そしてアームレストもこんな感じで2段のやつがついてると、はい、でジョン・クーパーなんでアンサラサイトのこの黒いテンパリとミラーが標準でついてくると、はいはい、いやいいっすね、いいですよ、落ち着いてますよね、はいはい、ちょっと高級感のあるインテリアです、はい、ちょっとオンにしましょうか、はい、このね中期、はい、中期型のタッチペンのパネルですね、はい、タッチパネルのスポーツ表示もついてるってことですか、うん、そうです、はい、こんな機能もついてると、はいはい、いやいい感じです、はい、内装こんな感じでしょうか。もうなんか慣れ親しみすぎてなんかねまったりしちゃってる、はい、もう本当に詳しいと思う、まあ、基本 BMW、はい、そうですね、なところが多いんで多分あんまり使い勝手的には困らないんじゃないかなと思いますね、はい、あとは、はい、そして後ろの座席ですね、座席ですね、はい、もう十分です。僕も乗ってみていいでしょうか、はいはい、
身長165センチ、あ、間違えた、175センチ。175あんの？ありますよ。あ、そうなんだ。座高が半端じゃないんで、ちょっと屋根は天井はギリギリですけど、はい、ただ普通のミニより幅が、ボディの幅が全然あるんで、この分ですよね。だからもうここのなんか形状が BMW じゃないですか、もうまんま、はい、2人乗っても全然ゆったりです。はい、まあ、一応5人乗りになってますけど、はい、全然ゆったりです。前もこのヘッドレストの後ろ、ここで、ね、はい、イワーズの特徴ですね。イワーズのですよね、はい、僕的にはちょっとこれいらないんです。本当ですか？僕大好きなんですけど、はい、そんなにユニオンジャック主張しなくていいかなみたいな。いや、いや、ちょっとおしゃれ、ちょっとこのここにこうついてたりとかするんですよね、うん、はい、いや、この分かりづらいようでよくない？あ、そう、まあ確かに色入れちゃうよりかはちょっと質感の違いだけでこう、ユニオンジャック、いや、このヘッドレストだけでもいいな。いや、しますよ、結構値段も、はい、で後ろの装備は本当に最低限、うん、最低限ですね、はい、足も全然私で、はい、スペースも十分ですね。いい感じじゃないでしょうか。座り心地もね、はい、あ、そうなんですよね、ここついてますから、これ、これで、この辺もまんま BMW ですよね、うん、はい、いや、快適ですね。いい感じですか？いい感じです、はい、どうですか、ファミリーカーに。ファミリーカーにですか、はい、いや、もうどっちも運転したいですね。ああ、そうですね、はい、運転も楽しい車なんで、はいはい、ここね、いや、レザーいいっすね、ここね、え、ここ外してる人多いですよね、クラウマン。あ、そう、ちょっと後方の視界がそうなんですよね、うん、そう、クラウマンのデメリットって言っちゃうと、はいはいはい、ここのセンターのラインと、はいはい、あれがやっぱりルームミラー見たときにちょっと見えづらいというか、確かに癖がちょっとありますよね、はい、ちょっと後方の視界はあんまりよろしくない、はい、いや、本当にミニっていうその名前で結構ちっちゃい、こうインテリアとかを想像する方とかって結構いらっしゃると思うんですけど、うん、もうこのクラブマンに関してはもうイメージ的には3のツーリンクをイメージしてもらえば、サイズ感はかなり分かりやすいんじゃないかなと思います、はい、なので本当に使い勝手、何回も言うようですけど、バッチリな車です。バッチリですね、はい、でパワーもあるし、そうですね、四駆だし、うん、はい、言うことないですね、はい、いや、やっぱりいいですよ、ミニ、はいはい、続いてちょっとボンネット見てみたいと思います。今回の車、これはノーマルですか？ノーマルですね、はい、よいしょ、2回、あカットでお願いします。今のね、カットでお願いします。これ使っちゃおう、使っちゃおう、ダメです、はい、BMW なんで2回引きで、2回引きですね、はい、まあ至ってノーマルです、ね、ノーマルですね、はい、はい、でも BMW 製の、はい、4気筒 2000cc のエンジン、はいはい、パワーも結構出てるんで十分ですね、はい、はい、まあ、そんなに車も車重も重たくないんで、はいはい、まあ、馬力だけ聞くとちょっと物足りないかなってなんて感じるかもしれないですけど、うん、もう全然、はい、ね、こ東京大阪間、はい、全然パワフルですよね、はい、パワフルでいきますね、はい、で一応後期型とエンジン自体の基本設計一緒なんで、後期になると300馬力になるんですけど、はい、まあ、チューニング次第でそれぐらい出すことはできるんで、もし物足りないようであれば、そうですね、まあ、そういったこともできると、はい、でミニはね、本当にいろいろ楽しめる車ですからね。そうですね、はい、はい、本当にパーツがいろいろ出てるんで、はいはい、で僕のちょっとおすすめというか注意点としては、あのクラブマン最初も言った通りプラットフォームが別なんで、うん、ミニでパーツ探しちゃうと、うん、意外に合わないんですよ、合わない、はい、適合がちょっと違うんですよね、うん、どっちかっていうとミニの中でもクロスオーバー、はい、4駆の、はいはい、SUV の方のパーツがいろいろ流用できるんですよ、マフラーとか、はいはい、なんでその辺で探してもらえばいろいろ多分バッチリなものが、まあ、インテークとか本当に点火系とか、うん、補強とかいろいろ出てるんで、はい、いいんじゃないかなと思います。こんな感じでしょうか、外観、あんまり2時間半も喋ることなかったですね。え、落ち着きすぎちゃってるでしょ、本当ですか、ね、まったりしたら、あんまり取り乱すとまたコメント書かれちゃう。あ、そうですか、はい、じゃあ、はい、今回はツッチにあえてこの車を、はい、プラスするとしたら、はい、プラスちょっとそういうのは事前に言っといてください。いや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 、振りに弱いな、振りに弱いな。いや、でももし何かするとすればちょっとリップはつけたいですね。あ、リップは、はい、リップはつけたいです、はいはい、まあ、ちょっとクラウマーに限らずなんですけど、最近の車ってこのサイドスカートの高さとこのフロントのバンパーのちょっと高さがちょっと合わないじゃないですか、うん、あ、サイドのこの横のところと、そうです、そうです、そうです、サイドステップが一番低くなってるじゃないですか、はいはいはい、でフロントバンパーってちょっと上がってて、しかも上にこう上がってるデザインになってるので、はい、ちょっとリップはつけたいかなっていう気がします。はい、まあ、いろんなこう後からつけるタイプのリップもありますし、はい、この下側を交換するものもあるので、はいはい、
まあ、そういうものをつけるとこうサイドとかのバランスも良くなるかなっていう。比較的そのリップとかって種類出てるんですか？出てます。あ、そうですか、はい、なんで、まあ、ある程度は多分選べると思いますので、まあ、そういったものがおすすめじゃないかなと思います。じゃあフロントリップ入れて、はい、はい、あとはちょっと黒、まあ、でも余計なこと言わないでしょ。いや僕的にはこのヘッドライトのトリムとかも、はい、ちょっとボディ同色にしたいなっていう。あ、はい、ちょっとこのなんかボクシングでぶん殴られたみたいになってるんですか？それ使えないでしょ。ダメですか、うん、はい、まあ、言うならばパンダみたいな感じでしょ、はい、ちょっとパンダみたいになっちゃってるんで、はいはい、これがいいって人もいますからね。そうですね、うん、いやこれ中がインナーブラックとかだったら、はい、まあ、それでもちょっといいかなと思うんですけど、はい、ちょっとパンダっぽいかなっていう、可愛くなりすぎかなっていう、うん、ちょっともうちょっとボディ同色の、ここボディ同色にする人って結構います？いるんですよ。いるんだ、はい、僕はしてました。あ、はい、あんまり見ないですね、はい、僕前 5,6 乗ってた時にボディ同色した、うんうん、ちょっとヘッドライトがちっちゃく見えるんですよ。あ、はい、そうなんです。メッキにすると大きく見えるんですよ。結構黒とシルバーでみんなやってるから、はい、ここだけ同色にしてもいいかもしれないですね、はい、ここもね僕的にはおすすめです、うん、同色だから、はい、あ、いいかもしれない。ヘッドライトちょっとちっちゃく見せて、うん、はい、あえてね、あえてここだけは戻しちゃう感じで、そう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 、はいはい、そんなのがいいかなっていう、はい、そうですね、はい、そんな感じで、はい、意外に振りに弱かったっていう、はいはい、分かりました、はい、まさか小島さんからカスタムの話が来るかな、はい、いやいや、そうきたか、たまにはね、はい、やってみようかな。続いてちょっと店頭周り見てみたいと思います。これデイライトですね。でスモールをつけるとそのまま暗くなるという、はい、でロービームが LED のロービームがこんな感じで、でウィンカーと、はい、でハイビームはそのままローが上に向くっていう、はい、こんな感じです。でちょっとリアもじゃあ見てみましょう。続いてちょっとリアも見てみたいと思います。お願いします。スモールがこんな感じで、はい、テールランプこの中が光る感じですね。でウィンカーが、はい、それぞれこの丸い部分が、そして光るとスモークで見えなかったこのミニのエンブレムが見えるという、はい、でブレーキがこのバンパー側とハイマウント、そしてバックフォグ今つけてます。バックとバックフォグですかね、はい、はい、ありがとうございます。そしてこれ開けるとなんと、はい、スモールが切り替わるという、はい、まあ、開いちゃってるとこうテールランプが見えなくなっちゃうんで、開いてると下側がスモールとブレーキはそのままですね、はい、じゃあ続いてちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。そしてもう一個だけ僕喋っといていいですか、うん、はい、ちょっとクラブマンの残念ポイント、うん、これマフラーのあれこれ全然焼けてないですね。ジョン・クーパーだからっすね、うん、ここがすごく焼けちゃうんですよ。あ、はい、焼けちゃうんですか。黒くなっちゃう。いや茶色くなっちゃう。茶色くなっちゃう、はい、だクラブマン後ろからこう走ってるのついていくと、うん、走ってる車ってこうマフラーのレイアウト的にここに排気が当たって、うん、太鼓が横向けてここに排気が当たるんで、ここは焼けちゃうんですよ、うん、はい、でそしてこれが丸見えっていう、あ、それあ、じゃあ内面側じゃないから、はい、磨いても落ちないんですか。多分落ちないと思う、うん、だ結構塗ってる方もいらっしゃるんですよ、はいはいはい、後ろからこう太鼓が丸見えで、しかも焼けてるのが見えちゃうんで、はいはい、そしてこれ通称なんて言われてるか知ってます？わかんないです。湯たんぽですそのまんま、はい、後ろから見るとこのボコボコボコっていう太鼓が、湯たんぽね、はいはい、ちょっとこれが僕的にはどうなのかなと。だからちょっとこれできればシルバーか黒く塗りたいっていう、はいはいはい、そんな僕の願望です。土、はい、のおすすめカスタムポイント、ね、はいはい、そんな感じでしょうか、まあ、あとはバルブが、そっか、バルブがついてるからどうしてもこっち側だけ汚れちゃうんで、そうですね、はい、マフラーのお手入れも欠かさずにっていう、はいはい、そんな感じです、はいはい、じゃあ今回も試乗しに、はい、いきますか、はい、良さを再認識する感じですね。そうですね、はい、はい、ちょっと慣れ親しんだ感じになっちゃいますけど、はいはい、ちょっとこれから試乗に行っていきたいと思います。はい、わかりました。もう今日はツッチーパフォーマンスのすげーっていうのはない感じで、はい、ないですね、はい、残念ながらそれはないです、はい。
乗りすぎましたちょっと。それでもそれす、これですげえって言ったらもうあれだよね、やらせ、やらせ感がね。そうですね、あるからね。ひどいやらせって言われちゃう。いやもう安定のミニです。安定ですね、いやいいですよ、うん、すげえ良くなりましたよ本当に、うんうん、だから本当に家族で楽しめる車ですよね、はい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 、あのジョン・クーパーなんかさ、はい、奥さんも乗れるし、はい、例えば旦那さんも乗って、はいはい、まあ、先代モデルってこうやっぱりちょっとある程度制約があったじゃないですか、うんうんうん、後ろの後部座席がめちゃくちゃ乗りづらいとか、荷物が全然積めないとか、あれはねあれで ね、 そうですね、味があっていいんですよね、味として良かったですけど、でもこの F って今形になってからだと、はい、やっぱ皆さん言うのはハンドリングはねやっぱりすごい、あーそうですね、良くなったっていう、まあ良くもなる癖がなくなったというか、はい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 、特に4駆ですからね、うん、まあ、少しでもそのミニらしいこう走りを楽しみたいんであれば、うん、あえてこう FF のクーパー S とかっていう選択肢もなくはないですけど、うんうん、やっぱり普段使いで行くんだったらもう絶対的にこのパワーと、うん、快適性と、そう、ね、はい、でも4駆の中でもまだ燃費多分これいい方じゃないかな、あ全然いいと思いますよ燃費、これも軽いですからね、普通の4駆だとね、あと4駆あるあるでやっぱりその、はい、今ベンツって言ったらあれかもしれないですけど、はい、4駆だとそのタイヤの減りが結構、あーなるほど、ミニの減りってそうでもないね4駆の減り、どうなんですかね、 FF ベースだからですかね、あんまり言われたことないですよ、減らないですよね、はい、今の例えば、まあ、例えば マカンだったりとか、はいはいはい、GLC とかだったり、はいはい、こういうちょっとコンパクトの4駆のやつって、はいはい、すごい前のタイヤが減りが早いんですよね、 あんまりタイヤは言われなかったですね、ただブレーキパッドはもうみるみるなくなっていくんですよ、あ、そうなんだ、そうなんですよ、4駆だから、4駆に限らずミニです、まあ、特に BM がそうですよね、あのダストがすごいブレーキパッドなんで、ね、もう本当に速い方だと3ドアで本当に1万キロ台、1万9000キロとかでもう交換とかっていう、で結構なんか純正の制御がかなり入るみたいで、うん、リアのブレーキパッドがとにかく見る見るなかった、リアはね、そうそう、よく言われるよ、はい、そうそう、なんかね、俺も感覚的に、はい、もうリアなくなるのっていう感覚だって、普通だったら荷重がかかる前なんですけど、そうそうそう、うん、リアがなくなるっていう、かなりその車側の制御が入るみたいですよ、うん、あ、それでアップデートして制御を変えてるんだ、いや、なんか途中からだいぶ良くなったみたいな話を聞きましたけど、具体的にどこをどういじってるのか僕わかんないんで、うん、なんとも言えないんですけど、途中からあんまり言われなくなったっすね、でもやっぱり速いっすね、速いね、速いっす、いや、そしてでも安定の乗り心地っすよ、うん、アイバッハ、はい、車高落としてますけど、うん、止まりますね、もう F から、はい、あのサスペンションのストロークが劇的に改善してるんで、うんうんうん、はい、先代モデルみたいなもうローダウンしたら乗ってらんないとか、うん、そういう感じじゃないっすね、全然普通の、はい、普通に乗ってますよね、先代モデルはちょっと純正サスペンションローダウンがあんまりおすすめできなかったっすけど、うんうんうん、これでも不満だったら本当にパーツいろんなのが出てるんで、だからもう今回僕はこの動画でちょっとこのミニのこうミニアレルギー的な食わず嫌いの人も絶対いると思うんですよ、はい、もうその名前からこうちっちゃいのをイメージしたりとか、はい、ちょっとそこをぜひちょっとこうなくしたい、なんでモード切り替えて、モード切り替えてスポーツモードに変わります、あと僕的にはちょっとここに出てくる車もなんでクーパーなのかなって、ちゃんとここジョン・クーパーとかクーパー S とか、うん、モデルに合ったやつにしてほしかったですね、そこはね、でこの視認性の高さと、アイドリングストップやめましょうか、あ、これアイドリングストップですね、うん、小島さんも嫌い派ですか、嫌い派です、はい、ちゃんとこれデフォルトロックできる、うん、はい、そういった商品もございます、はいはい、おすすめです、エンディングストップね、はい、逆に選んでもらいたいよね、あ、だからこれをだからオフにしたらオフのまま、オンにしたらずっとオンのままっていうのができますよ、うんうん、エンジン切ってもオプションのやつで、ああそうですね、じゃあちょっとこれで見ます、ね、はい、いやー安定の安定の、はい、いい車だなっていう感じの、ハンドリングももう本当に普段使いからファミリーユースまで、はい、バッチリですよ、このカーブもこんなにスムーズに曲がれます、はい、
怖くないですね。全然怖くない。いい車だな。もう一回買おうかな。買えばいいじゃないですか。でも F 型買ったら本当に頭おかしい人ですよ。なんで？だって全モデル乗ることになりますよ。あ、いいじゃないですか。どんだけミニ好きなんだよって言われちゃう。どんだけミニ好きでしょ。まあでも今すごいお買い得ですからね、うん、F 型。いいと思う。結構玉数も出てるし、うん、価格もだってこれだって新車の半額ぐらいですよね、うん、このコンディションでこの装備で。だミニはやっぱりね、うちなんかはそうだけど、やっぱ装備によって全然違うので。あ、そうですね。やっぱりそこで押さえておきたい装備は、はいはいはい、やっぱ押さえておいた方がいいかなと思いますね、はい、そうですね。今回結構バッチリ、うん、今回バッチリですよ。ジョンクパーですしね、言わずのインテリアだし。赤黒もかっこいいんですけど、赤黒でこう、うん、体育会系すぎちゃうのがちょっと苦手な人でも、うん、あのいいんじゃないでしょうか、うん、あとは本当にとにかくいろんなもんが出てるんで、うん、何でもできちゃうっていう。いかがだったでしょうか。いや、いいです。安定ですよ、もう安定の、うん、いや、でもちょっと買おうかな、本当に、うん。なんか行きつけの、あのお店でご飯食べてる感じでね。安定の、別に、ね、あの驚きはしないけど、安心してこう、はい、この時間を過ごしてるような感じのね、はい、うん、ちょっとこうね、土のいつもわーすげーっていうのはないですけど。そうですね、はい、いやでもいい車なんですよ、本当に、うん、本当にいい車なんです、はい。そうね、まあ、ちょっとファイブドアと多分あんまりこう初見で見ると5ドアとクラブマンと違いって分かりづらいと思うんですけど、うんうんうん、本当に触ったり比べたりするとかなり違うん で、うん、で僕的にはやっぱりこうファミリーユースとかだったらもう全然クラブマンの方がおすすめです、うん、でも一番売れてるのって5ドアらしいですよ、うんね、やっぱりコンパクトさと、うんうんうん、僕的にはちょっと一回り大きいこっちのクラブマンが、まあでもその辺はあれか、駐車環境もあるんでなかなかどっちがどっちとも言えないですけど、うん、じゃあ年内にツッチミニを買うシリーズを YouTube でアップするということで。アップしちゃいますかね、うんうん、ということで。いやでも選択肢としてなくはないですよ、うん、分かりました。何が起きても困らないってこれだったら、うん、お疲れ様でございます。はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナより2017年式ミニクラブマンをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。